4月1日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます4月1日からは新しく年度が始まりましたね今日が入学式入学式の人はあまりないのかな入社式だったり新しい門出を祝われる方もたくさんいるんじゃないでしょうか 本当におめでとうございます私はそうですね特にこれと言ったことはありませんが今日もシスターとして <laughs> 一日頑張りたいと思っていますでも新しい年度が始まったのでちょっと新しい私にもなりたいかなーって 考えてみたりしました。今日からじゃなくて、また少し経ってから、皆さんにもっと新しい姿を見てもらえるように <laughs>、少し考えています。今週は、会話に使える英会話を紹介していきたいと思います。それでは今日の、ちょこっと英会話フレーズ。 連想それでどうなったの <laughs> こちらの英会話は相づちを打つような話を促すような表現になっていますお友達が話していた時に「えっそれでどうなったの? <laughs>」話の続きが気になる時がありますよねそんな時に使えるフレーズになっています それでは今日のちょこっと占い。今日外に出て一番に目に入ったものは何だった？1から3の中から選んでみてくださいね。1。青い空。に桜。3。ウグイスさあ、あなたは。 どんなものを見たんでしょうか選べましたかそれでは、1の青い空を選んだあなた。あなたがこれと決めたものに対して投資は惜しまないこと。それはチャンスの到来とも言えそうですよ。そんなあなたの今日の そんなあなたの今日の、そんなあなたの今日のラッキーご飯は、お魚の味噌煮です。二の桜を選んだあなた、今日は広い視野を持って物事に当たれそうです。今まで苦手と思ったことや、二の 桜を選んだあなた今日はあなたをサポートする強力な支援者が現れそうです今まで苦手だと思っていたことに取り組んでみると吉ですそんなあなたの今日のラッキーごはんは中華料理です3のうぐいすを選んだあなた今日はあなたの耳に嬉しいお知らせが届くかもしれません 普段見ない景色からいい発想も生まれそうですよそんなあなたの今日のラッキーご飯はお酢の入ったさっぱりとした味付けのご飯ですそれでは今日から <laughs> ウキウキしている方ちょっと緊張している方いろんな方がいると思いますでも絶対に大丈夫 私もついていますし、あなたの周りにはいっぱい素敵な人がいますから、今日も元気にいってらっしゃい <laughs>